本日広島は被爆から77年となる朝を迎えました。核兵器による威嚇が行われ、核兵器の使用すらも現実の問題として顕在化し、核兵器のない世界への機運が後退していると言われている今こそ、広島の地から私は核兵器使用の惨禍を繰り返してはならないと声を大にして世界の人々に訴えます。